ば一酸化炭素中毒にも効きます。今日のマークメシ、わーわーわー、あんま美味しくないっすね。じゃあ乾杯。テントに荷物をデポして、これからフープシ岳山頂に行って、またここに戻ってきて、天気が良ければ気化されてくるとシューってなるんだ、はい、そうなるまで辛抱強くちょっとこの炎を出しとくんですよ。あ、これ開けて、ベンチレーション、うん、あ、ごめん、いいわいいわ、はい、ちょっとやばい、一酸化炭素中毒になる、死ぬ、そんな、はい、はい、ありがとう。どれどれ、あ、よし、じゃあ乾杯。お疲れ。ああ、美味しい。飲みやすい。飲みやすいね。これ美味しいんですよね。安くて美味しい。ワインにはスモークチーズです。ワイン好きなんだね。はい。日本酒も大好きですね。あ、そうだ。はい。そして、うん、うまっ。余ったんですよ。雪で水を作るときに、うん、入れました。ちょっとでも今、はい、入れるところを間違ったね。酔っ払ってね、まだ、まだ何もちょっとしかない飲んでないですよ。しかもこの量りで、コップが量りすごい実用的です。このコーヘルに入らないものだから潰してんだよね。ああ、そうなんですね。蓋が閉まらないのかな。しゃもじ、しゃもじあると便利、これあるのに。これがなんかもうなんか疲れ切ってさ、帽子とかブースターやると嫌でしょ。コーヒーフィルターとロートで、うん、ろ過しながら水を注ぎます。素晴らしい。ゴミを取り除くんですね。前一本開けちゃった。雪の水を飲みます。溶かした水作りしたので、ちゃんと煮沸してます。いただきます。初ですね。暑いかな。ああ、あんま美味しくないですね。今日の晩飯、まあ、今ね、ガソリンスターブとガスストーブでダブルの火力でガンガン沸かしてます。今日は僕のお手製の美味しいミートソースです。楽しみ。玉ねぎがしんなりしてきたら、塩コショウしておいた牛豚のミンチを 400g 入れます。ひき肉が炒まったら、水、固形コンソメ2個、あとホールトマト缶を入れるの忘れてたんで、これも入れます。トマトを潰しながら炒めていきます。煮込むのね、煮込んでいきます。合わせ調味料、ウスターソース、中濃ソース、ケチャップ、砂糖ですね。はい、あとはこれを弱火で 2、30分煮込みます。ミートソースを投入します。まぜまぜ。あ、めっちゃ甘そう。いいんじゃない？これ2人分。いや、私はちゃんと言って130g。 めっちゃ困る。大丈夫です、全然食べますから。美味しくいただきます。パルメザンチーズを、さすが、ちゃんと持ってきてますから、小袋に分けて。
ほら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 、ミートソースたくさん、わおわおわお、いただきます。美味しそう。乗せちゃった。いただきます。あー、やったミートソースもらった。ちょびっと、はい、じゃあいただきますからね。美味しいですか。レトルトとは違う、やっぱし。よかった、いよいよご飯も食べてお酒も飲んで眠りにつきます。あ、寝るとき若干寒い。さて、無事寝れるのでしょうか。でも今日は暖かい方だね。カオボンさん、お手製の美味しいかもしれないリゾット、かっこおじや。いただきます。あ、美味しい。美味しい美味しい。現在朝の6時45分ですね。テントに荷物をデポして、これからフープ市岳山頂に行って、またここに戻ってきて、天気が良ければ垂前山山頂行くけど、今のところ結構白いですね。さて、どうなることでしょうか。行ってきます。雪崩斜面だ、山頂が目の前に見える。